富山が入りたられば反省会。桜花賞の結果、富山高岡の、ボールパークで聞きました。トンネルズの高さんと一緒に結果を知ってがっくしでございます。飲みながらたられば反省会、もうちゃちゃっと終わりにします。遅くなって申し訳ございませんが、いやいい天気で今日暑かったですね。夏日でしたね。高岡もお客さんがたくさん入って、高チャンネルズぜひ見てください。行ってまいりましたので、それでは完全なるパイ乾杯でございます。もうドクロです、シャレコーデです。いつもより苦くない、多分暑い中で仕事したからですね。ちょっと美味しい。でもいいレースでしたね。今年の桜花賞ゴール前、おーどうなるんだってね、人気馬外差し、の馬が、ね、外馬が行って先行する馬が内に入ってっていうところで、いやこの戦ってきたメンバーにね、惜敗してきた8番のスターズオンアースが、いや川田ジョッキーのその、まあ、馬と人馬一体ですけど、狭くなったところで割って出てきましたからね。いやーなんか、バランス崩しかけたけど、馬の気力、馬が絶対勝つんだっていうね、それと川田ジョッキーの気迫がマッチして、鼻差ですか、武さんのね、ウォーターナビレラを、完璧に乗ったウォーターナビレラを差し切りまして、8、6、そして名村クレアが3着とナビレラ。私クロスマジェスティでしたっけ、なんでもう名前わかんなくなったけど、クロスマジェスティから行ったんですけど、相手 1番手2番手の馬で、がワイで行きましたけどね。まあそれはもうたらればですから。いやでも素晴らしかったな、スターズオンアース、デュラメンテ3区ですね。いやー2着2着3着、赤松賞でナミュールとパーソナルハイに負けてた馬が、やっぱどっかで噛み合うと勝つんですね。7番人気で取った方おめでとうございます。名村クレアも頑張ったな、これ距離はね長いって、もうちょっと今後短くいくと思うんですけど、いや馬体が素晴らしかったもんね。名村クレアは私この史上馬体診断で一番に上げましたもんね。これは後ろから行った馬が届かなかったですけど、ナミュールはこれあれですね、前回と同じパフォーマンスできなかったから、前回がパフォーマンス出しすぎてちょっと落ちてたのかもしれないですね。まあ巡り合わせでたけし君がキャロットファームの馬でこけてるんですけど、これは、負けに不思議な負けなし、勝ちに不思議な勝ちありって言ってね、野村監督も引用してた言葉がありますけども、多分そうなんですよ。たけし君を攻めてる人いますけど、攻めちゃダメですよ。ちゃんとしたポジションでやってるけど、馬に元気がなかった、なんか俺ね、我々は馬主さんの、馬主さんたちが買った馬のレースをに参加させてもらってる身ですか。いやー私のクロスマジェスティは番手が取れなかったことが敗因かもしれません。まあメンバーが強くなってきたのでね、スタートで足を使っちゃったので結果引く形になってしまったと、たらればです、結果引く形になってしまった。これね武藤君のコメントなんですけど、まあしょうがないですよ、引いちゃいけないところで、引いて着順だったら引かずに行ったらどうなってるとかね、なんか自分でペースを作る馬らしいので、もうやっぱ武さんのポジション欲しかったんですよね。いや何
だったっけな、11かなんか来たんですかね。で引いちゃったんですよね。11か12だったかな。うん。で引いちゃってっていうところで、うん、本当は番手ですよね。パーソナルハイも逃げられなかったんですよ。カフジテトラゴンが、古吉ちゃんが逃げてね、ミドルペースでっていうところで、いやー、たらればですけど、パーソナルハイも最後頑張ってんですよね。あ、そう、うん、クロスマジェスティはちょっと今後また私はね注目です、うん、ジョッキーも勉強になったと思いますよね。サークルオブライフ、8枠がどうのこうのじゃないですね。うん、あとちょっとでしたよね、馬券内はね。だからこの馬はオークスですね。オークス、プレッサージュリフトも初めての遠征右回りっていうところで、うん、そうですね、なんかあったんでしょうね。後ろすぎましたね。まあこれ仕方ないですね、スタート悪かったですから。ラズベリームースはね、密かに期待してたんですけど、これマイナス20キロって前走この休み明けでやっぱ成長分だったので、まあ遠征したところでマイナス10キロぐらいだったらまだ勝負できたんじゃないかなと思うんですけど、マイナス20キロはちょっと輸送ベリしちゃいましたね。この馬も弱くないと思います。過去一の出来だっていうけど、やっぱ輸送はきついね。今日は暑かった、昨日も暑かったし今日も暑かったし、あとなんかあるかな。あ、そう、これはね皆さんね、よーくもう一回直線残り200ぐらい見といていただきたいんですけど、インをついたピンハイ5着でしたか、ですがこれね直線でね、高倉ジョッキーが外出そうとしてパーソナルハイにぶつかって、小さい馬なんですよ、小さい馬なんですけど、マイナスので400ちょっとしかない馬体でパーソナルハイに460キロぐらいぶつかって、その勢いで隣のスターズオンアースにもぶつかって狭くなってって、でもそこスターズオンアースは行ったんですけど、あれカフジテトラゴンが下がってくるんですけど、ナムラクレアの後ろにいたので、ピンハイがそのまま行ってたら、そうじゃなくて内行ってたら、あれ分かんなかったですよ。勝ちぐらいまであったようなね勢いだったんですよ。あれぶつかった、ね、まだ外出そうとしたので、ちょっとスピードが緩んだ可能性なんですよね。これたらればなんですけども、これ小さい馬だけどちょっとね、馬体もね、まあちょっとこれ細くてこれなんですけど、この馬ピンハイ根性ありますね。ミッキーアイル、これオークス楽しい、オークスは出ねえか、うん、これ今後外出さずに打ちついたらこれ面白いですよね、うん、チューリップ賞2着もね伊達じゃなかったんですよね。あった馬体重だな、ちょっとピンハイはね今後私注目して見ていきます。乗り換わりなきゃいいな、高倉くんが乗り続けてね、ミッキーアイルですから、ナムラクレアとちょっと面白いですね。うん、あれスムーズだったらナムラクレアは指してますね。なんかこれが1002とか1004で同じミッキーアイル3区で戦ってほしいなって思いましたね。はい、ということで当たる気がしねー、最近 G1 当たる気がしねーぐらい荒れ始めてるので、皐月賞はどうなんだ、この勢いでもうずっと荒れてほしいんですけども。だから私クロスマジェスティから振りましたが、うん、やっぱりねタラレバでね、竹さんから行った方が良かった、名村クレアから行った方が良かったのかなと思って、保険馬券は、サークルオブライフ、これね、まあ、命の輪という意味なのでそこから行っちゃいましたけども、他から保険も穴から行こうかな、うん、保険、本命穴から行って、保険も1、2、3番人気以外から行って、保険の保険で人気でちょこっと買って、うん、やっぱゼロはがっくしですよ。
ということで皆さん、夜も深まってまいりました。今9時30分です。速攻で編集してあげようと思ってますので、それでは皆さん、明日から月曜日って毎週日曜日の次は月曜日なんですけども、月曜日、お仕事頑張ってください。そして皐月賞の日、私55歳という年齢なんで、どうにかこの皐月賞だけはもう解明減らしてドンと当てたいと思いますって言っておきながら、あれもこれもなんていくかもしれませんけども、はい、調教を見て決めたいと思います。今のところアスクビクターモアが面白いんじゃねえかな、ディープインパクト3区なんですけども、ちょっとね弥生賞勝ってんですけども、さらにこんだけ伸びしろがあったと、急成長してるっていうコメントを見たんですよね。ルメちゃんのイクイノックスも良かったみたいですけども、キラーアビリティどうなんだ。そしてダノンベルーガも参加してきますけども、これちょっと、人気馬危ない可能性ありますね。もうまたドーデュースなんかいいんじゃないですかね。皐月賞も混戦です。中山は紛れがあります。あのディープインパクトに乗ってた武さんも落とすとしたら皐月賞の中山だって言ってたぐらい紛れがあるのが中山競馬場の2000です。まあちょっと楽しみながら皐月賞当てましょう。それでは皐月賞の予想は金曜日でございます。たられば反省会終了。それではお疲れ様でございました。タカチャンネルズ楽しみにしててください。お疲れ様です。予想してる時が一番楽しいなですね。それではおやすみなさい。